象牙の灰。渡辺恩。西村啓吉はひどくどぎまぎとして、彼の前に立った様子のいい陽気な客の顔を眺め返した。西村啓吉はつい1週間ほど前にこのかけるかけるビルディングの4階に開業したばかりの若い弁護士である。そして彼の前に立った様子のいい陽気な客は彼の開業以来最初の依頼人であった。室内には明るく秋の日差しが流れていて、1900年の9月末のある美しく晴れた日の午後の話である。僕は活動役者の清水茂です。と、客はまさにそんな風な職業らしい愛想のいい微笑や言葉付きで挨拶した。あんまり有名な方じゃありませんから多分ご存じないでしょうけれど、いや、でも僕は坊城くんとは非常に親密な間柄なんだから、清水って名前ぐらいは坊城くんからお聞き及びになっていらっしゃるかもしれませんね。今日こうして伺ったのも、実は坊城くんに勧められたからなのです。おお、清水くんでしたか。どうもどこかでお目にかかったことがあるように思われましたが、わっわっはっは、さよう。西村は彼の古い友である映画協会の美術監督をしている坊城の口から幾度となく清水の話は聞かされてもいたのだが、西村自身も相当にそんな方面の趣味を持っていたので、しばしばスクリーンの上では清水の本物の数十倍も大きい顔に接してよく見知っていた。しかも大抵の場合主役を務めていた清水は、決して彼自身が謙遜して言うほど有名でない役者ではなかったのだから、坊城くんが大変熱心にあなたをおすすめしてくれたものでしたから、それに僕にしたって波の依頼事件とは少し違うんだしなるべくならやっぱり気心のよく知れた方がいいと思いまして、と言って清水はふと暗い目つきをした。おやおや、では離婚訴訟じゃなかったのですね。僕はまたてっきりそうだと思ったんですが、恐れ入ります。もっともあまり違わないかもしれません。どっちみち、縁切り話にはそういないのですから。しかし、同じ縁切りでも、いや縁切りられですよ。こいつは、つまりこの世との縁切られ話なのです。わっわっは、はっわっは、西村も清水も共に陽気な小生を立てた。閻魔の蝶でくじを起こそうってわけですね。いいえ。けれども、冗談ではないのです。西村さん、僕は遺言状を作成していただきたいのです。清水の声音は本当に真面目であった。そうして再びその目にはふいと暗い影が差した。え、何だって、清水くん、遺言状だって、これはまた途方もない。君は何か、そんな危険な活劇物でも取ろうっていうのですか。だが、それにしてもちっとおかしいじゃありませんか、西村さん。驚かないでください。本当を言うと僕は、と清水は一流の名優らしく、突き出した両手をカニのように開いて、それを激しく襲わせながら、そうして双眼を丸く見割りながら言った。本当を言うと、僕は今日死ななければ、しかも殺されなければならなかったのです。わっわっは。君はパントマイム専門かと思っていたら、いやなかなかどうして、素晴らしく深刻なセリフを聞かせますねー。いいえ。本当になさらないのもごもっともですけれど、今も申し上げた通りこれは決して冗談やシャレじゃないのです。本当にするもしないも、君、と、言いかけたが西村はこの時初めて清水の目に宿るまんざら芝居でもなさそうな。ただならぬ暗い影に気がついてハッとした。そう、
やっぱり一頃からお話しした方がいい、西村さん。あなたは坊城くんから8日の日にスタジオでカメラマンの中根が誤って射殺されたという話をお聞きになりはしませんでしたか？彼とはしばらく会いませんから聞く機会もなかったですが、新聞で見ましたよ。なんとか言った女優が撮影中に真っ向から撃ったんですってねー。そうですよ。投げ蹴る月の撮影中でした。ちょうどその女優が、松島純子が、クローズアップでカメラに向かってピストルを撃つところだったです。撃つ当人はもちろんのこと、その場に居合わせたほどのすべての人、無論僕もおりました。誰だってそのピストルに実弾が込み入っていようなんて思いもかけやしませんでした。ドーンという銃声ともろとも青の毛ざまにぶっ倒れた時には、実に凄まじい勢で打ち倒れたのですが、私たちはちょっと、本気にしませんでしたよ。いつの間にか、そのピストルには何人かの手によって故意に実弾が込められてあったのですね。誰がやったものやら未だにわかりませんが、何しろ時間とは離れないでいったのですからたまりませんや。大抵の心得のない奴だって外しっこありません。かわいそうに、中根は僕の身代わりに立ったのです。ここまで言うと言葉は途切れた。そしてとうとう、一層暗くなっていたその目からは涙がポトポトと流れ出したのであった。西村はすっかりタジタジとなった。入ってきた時はひどく陽気な顔をしていたくせに、涙なんぞたぎして、柄にもなく案外感情家のこの活動役者は、すでに十分こっちを戸惑いさしておきながら、この先さらに何を言い出すかわからない、身代わりに、わからない、さよう、確かに中根は僕の身代わりに立ったのです。というのは、コードその時の場面は僕の扮したある青年が純子の扮しているある若い女に嫉妬のためピストルで撃たれるという筋なので、脚本通りに演れば無論僕は本当に撃ち殺されていたのです。書が、その時良いと、しかも中根自らの思いつきで、射撃する瞬間の瞬頭脳者をそこに背むことになったのでした。哀れな中根は自分で引き金を引いたも同然、見事に額の真ん中を射抜かれてしまいました。しかし、ただそれだけのことで、どうして君の命を狙う癖者がある、とこう言うのでしょう。どうしてそんなことを言われるのです。ほんの何かの不幸な偶然から、そのピストルに実弾がこもっていたのかもしれないじゃありませんか。いいえ。中根の心の中からこそ恐ろしい偶然は飛び出しましたけれど、ピストルには、少なくともピストルだけにはいかがない字の悪い偶然だって潜みうる隙はなかったのです。その1時間ほど前に、僕自身がその武器の空弾の装填をしたのですからね。今はともかく、その自分は確かに僕はまだ自殺したいなんて不幸せな行を起こしてやしませんでしたよが、そんなことよりも一層確かな証拠は、その前夜かかってきた電話なのです。ほう、電話、ふむ、と西村は章からずつり込まれた形で、ぐいと椅子を乗り出して、相手の目の中を覗き込んだ。聞き覚えのないようなあるような、ですからよし聞いたことがあったとしてもよほど古い昔に違いないのです。男の声で、清水くん。清水くん、君は明日スペードのジャックを引きますよ、というのです。けれどもその時は、それが果たしていかがな意味であるか、僕にはまるでわからなかったのです。が、誰かの、例えば、
よくある活動好きの少年のいたずらぐらいに考えて別に気にも留めませんでした。それが中根の死の何かの関わり合いを持つ不吉な電話であろうとは、つい昨夜まで気がつかなかったのです。なるほど。ところが、それと全く同じような電話が昨夜再び君の元へかかってきたというのですね。それで君は、にわかに詳しく神経を悩まし始めたのだ。西村はシャーロック、ホルムズのような口調でこう言うと、少しもったいぶった手つきでスリーカッスルを詰めたマドロスパイプを矢に下がりに斜めに加えた。ご推察の通りです。いかにも昨夜、7日の晩と少しも違わない電話が、やはり同じ声でかかってきたのです。おや、と思った途端、まざまざと僕の頭に浮かんだのは、不幸な中根の死骸でした。スペードのジャック、スペードのジャック、西村さん、それはマドロス仲間で使われる死骸っていう言葉であったのじゃありませんか。ひょいと、忘れかけていた僕の過去の生活の暗い記憶が思い出させてくれたのです。今度こそはダメだ。僕はもうすっかり諦めてしまいましたよ。こいつは、今更どう悪あがきしたところで始まらない。それで僕は、元よりごく少額ではあるが、たった一人身の僕が持っている財産、手ほどのものじゃない。身の回りのもの全部を、アメリカに行っている弟へ残していく手続きでもしようと思って、こうやってあなたのところに上がった次第なのです。ははははは、こういった清水はいつの間にか再び最初の陽気な客に立ち戻って、はしゃいだ声を立てたのである。が、西村はパイプを加えたまま、瞬殺しらしい美観に十字にシワを刻んで、痛ましそうに相手のその様子を見合った。そりゃあ、仰せとあれば遺言状も作りますがね。もっともこれは少し商売違いなのだが、しかしそれにしても、ひどく悪あがきしなさすぎるじゃありませんか。警察の方には無論届け出たでしょうな。警察、ええ。届けるには届けました。しかしおよそ警察ってものは、あれあがく者のより集まりですよ。殺されてからの後の推理や観察は極めて丁寧に、綿密に、いちいちご言うにやってはくれるでしょうがね。生きている人間、つまり、殺されるかもしれない人間にとっては、はなはだ心細いものに過ぎませんのでねえ。僕はいつだったか、棒状から、君があのアメリカ帰りの監督の狭山氏と何か女のことから面白くない争いをしたって話を聞きましたが、何か、そんな風な、他人から激しい婚を抱かれるような格はありませんか。はっはっは、狭山ですか。なるほど、あいつなら僕を殺しかねますまいよ。何しろ凄まじい剣幕でしたからねえ。ことの起こりってのは、何あに対したことじゃありません。だいたいあの狭山って男はひどい公職官でしてね。撮影所に出入りする目星い女優には誰彼の差別なく、働きかけなきゃ、と仲間の連中は言いますがね。つまり物にしなけりゃ承知しない、といった風で、まだ、彼の関心を買っておかないといかなに優れたいい女優でも決して出世ができなかったのです。ところが、一人、由美子っていう所長のお声かかりで一番年も若いし一番美しい娘がいて、これがまた非常に見識が高くて、どうしても狭山の意に従わなかったのです。狭山はやっきとなって持ち前の蛇のようにネチネチした性分で、
いよいよしつこく弓子にまとわりついていったものです。狭山の子の癒しやり口を兼ねてから尺に触っていた僕は、ここでとうとう耐えきれなくなって、あっさりと弓子を横取りしてしまいました。何も、決して僕自身、弓子にイカが乗って気はなかったのですがね。そして挙句に、僕はある日狭山を皆の前で散々、パラやっつけてしまったのですよ。そうそう。そのためにとうとういたんまらなくなって教会を脱退するとき、彼は、清水の野郎やつ、俺はあいつの首ったまえいつかは必ずドスをお見舞い申してやるぞ。ってすごい捨て台詞を残していったそうです。ふむ。では狭山氏のことはもちろん警察に言ってあるでしょうね。ええ。一応はそう言っておきましたが、しかし、悲しいことには、西村さん。僕の命を狙っている奴は確かに狭山ではないのですよ。そして、また、もし狭山で会ってくれたなら、僕は何もこれほどの騒ぎをせずとも済みましたろう。どうしてくせ者が狭山氏でないということを君には断言ができるのですか？もちろん何かしっかりしたお心当たりでもあっておっしゃるのでしょうね。そこなのですよ。狭山という想像を根こそぎ打ち壊している一つの事実こそ、同時に、僕の命を欲しがる敵が意外にも恐るべき奴であったことを証拠立てているのです。というのは、昨夜初めてそれと思い合わせたのですが、よくよく考えてみると実は、スペードのジャックの電話はずっと以前、作業コード7年前に各に一度聞いていたのでした。しかもそれは上海でです。7年前の上海、狭山と何の関わりもあろうはずがなかろうじゃありませんか。上海。西村は瞬間、かすかに顔色を動かした。そうですよ。上海でです。僕の生涯中でおそらく一番陰惨な時代のことでした。お聞きください。と、清水は、古い記憶をそろそろとほぐし出す人の寂しい、ぼんやりとした目指しをしながら語り始めた。その頃、長らく続いた世界戦争がやっと終わりを告げた年の春も末の頃でした。僕は、当時、一頃は随分と人気を呼んだ妖精歌劇団のテノール歌手をやっていたのですが、戦争終局とともに、バタバタとやってきた大不景気のために最も有力な金主を失ってしまったけ。おまけに肝心な客足はげっそりと減るし、とうとう一座はご多分に漏れず、いずれ味気ない旅がラストならなければなりませんでした。そして方々といずれもあまり思わしくない紅葉を打って回った末に、思い切って、海を越えて上海くんだりまで落ちてみることになったのです。諸が、上海でもまた、初手からお話にならないひどい不入りでして、もともと、ほとんど西洋と言ってもいいくらいなこの都で怪しげなジャップたちが、怪しげなオペレットを、しかも日本語で言って人気を取ろうなんて、実際今思えば虫のいい限りなのですが、客席は文字通り数添えるほどの頭数で、とうとう、最初は四マジのグリーンファンシアターどころで開けていたのが、一月と経たない中に新世界のバラエティにまで落ち込んでしまって、そしてその挙句がついに、この知らぬ他国で解散という悲運に到達したのです。それでも、大抵の連中は様々なやりくりをして、裸同様な身になりながらもどうやらみんな日本に帰っていったようでした。が、不幸せな僕だけは、しかし、もちろんその当時は決して、そうは思ってもいませんでしたが、不幸せにも、僕の泊まり合わせていた旅籠の、
それは疲労にあったのですが、その旗小屋の女将のフランス女と、だらしがない役者根性の蚊に、ついつくってしまったジョージのおかげで、僕一人だけはみんなと別れて、そのままべったりと上海に居残ってしまう羽目になったのでした。彼女は、まだ裏若い御家さんで、もっとも僕よりは一つ型姉さんでしたが、健康そうな肉体を持った相当麗しい女であったので、将来ず僕の心を捉えていたし、いや決してあなたを前にしてのろけるわけじゃありませんが、何しろ今も申し上げた通り、それは不幸せだったのですからね。それに実際、また僕は頼み名の様に血の出るような苦しい算段までして帰国するほどの気力もなかったのだし、で、そんなわけで、僕はそれから半年というものを上海で送りました。もとより、地道な働きなんかできようともする気のなかった僕であったので、そしてまた、そのフランスメアは、マドレーヌというのです。彼女はかなりの額の金を蓄えていたので、僕は毎日繰り返し繰り返し飲んだり売ったりして、この都の怪しい世界ばかりをうろうろとほっつき巡っていました。それにはまた高度よく、その当時宿に、マドレーヌの兄でショコラーっていう米を持った飲んだくれのマドロスが転がり込んでいて、彼は恐ろしく飲んだくれではあったけれども、性質はその米のごとく非常にお人よしの愛すべき男なのであって、地理に暗い言葉の不自由な僕を、妹の丈夫のやっぱりヤクザ者であるジャップの僕を、毎日親切に様々の遊び場へ、地下室に大きな博打場の開けている酒楼や、アヘン窟や、それから麗しいチーたちの群がっている彼女らの巣窟へと連れて行ってくれるのでした。するとそのうちに、ある日のこと、僕たちは、いや、僕は、ついにある恐ろしい秘密クラブのクラブ員になることとなってしまったのです。もちろん、やっぱりショコラーが引っ張っていったのですが、ショコラー派もとっからそこのクラブ員だったのですよ。それは、オールドカルトンとかニューカルトンとかカフェマキシムとかいった類の家々と共に上海一流の酒楼であるところの上海のムーランルージュと呼ぶ家の地下室にあったクラブなのです。僕は初めてそこに入るときは、いや、入った当座しばらくの間も、それがそんな恐るべきクラブであろうなぞとは夢にも思っていませんでした。が、しばらく経って構想と気がついた時はすでに遅かったし、また、もはやアヘンや種毒のおかげでかなりにちぐはぐな、おぼつかないものになっていた僕の頭は、そんな恐ろしい秘密結社に謎加入したことに対して妙なことにも、かえって痺れるような淡い心よさ、ひょっとしたら感傷的な、心よさを感じていたらしかったのでした。しかし、そのクラブは恐ろしいと言っても決して見境もなくむやみやたらと恐ろしいことを企てるのではなくて、ただクラブで決められた掟を破った者に対してだけ少しの容赦もなくその方外に厳しい制裁を下ろすというのであって、彼らクラブ員はみんな、極端なる、不正を悪く無心し方、であるのです。心し方、さよう、中にはショコラーのようなマドロスも大勢いましたが、本当に立派な上流の紳士方もたくさん、それはほとんど世界中のあらゆる国籍を網羅して出入りしていました。そしてそのクラブで、不正を悪く無紳士方、の毎日やっておられる主な仕事は、博打、麻雀、と呼ぶ博打なのだから面白いではありませんか。僕は間もなく、
ショコラーに連れられることなくして勝手に、その薄暗いクラブの地下室に入り浸って、麻雀に時の過ぎるのも忘れ果てているようになったのでした。で、もうこの頃はすでに、悪魔の黒犬は僕の背中に噛みついていたのでした。というのは、僕たちは毎日繰り返し繰り返し麻雀をやってお互いに、一瞬にして途方もない大臣になるか、それともただ一つ、自殺だけを残して他のすべてを失おうか、という全く凄まじい勝負を争っていたのですが、幼い自分からそんな方にはからっきし運のなかった僕であったのに、どうしたものか、このクラブに入ってからというものはほとんどフラシーフも見ずにトントン拍子に素晴らしい目にばかりぶつかるのじゃありませんか。おかげで思わぬなり金になった僕は浅はかにも、こりゃ大した運が快楽けてきたものだ。みんなと一緒に日本へなぞ帰らないでいいことをした。とすっかり有頂天になって喜びました。諸が、出し抜けに、ここにふと妙なことが湧いて起こったのです。と、さて、いよいよ僕は僕の身の上に降りかかってきた忌まわしい出来事についてお話ししなければならない順序となりました。ある夜のこと、上海生活が始まってからもうやがて半年は過ぎようというある夜、遅くのことでした。いや、未だ酔いの口だったかもしれない。それとも夜の明け方であったろうか。何しろ時間の観念はまるでなくなっていた僕でしたから。とにかく戸外は真っ暗な夜に違いなく、その地下室のクラブには麗しい釣り灯籠がほの明るく灯っていました。その夜も僕は言うまでもなく、麻雀に夢中になっていたのですが、僕の相手というのは、クラブの番人で法という中年の品人でした。子は古くからこのクラブにいて、陰謀な、しかしぶつかたい、そして子は宿泊地運の強い男として知られていました。諸が、その矢はさすがの彼も僕のために散々な負け方をして、一文なしどころか手も足も出ないほどの莫大な借金を処罰されてしまったのです。彼はしばらく卓の上に顔を伏せてひどく悲しげな、子犬のような声を漏らして泣いていましたが、やがてふらふらと立ち上ってどこかへ出て行きました。が、間もなく彼は再び戻ってきて僕をそっと、部屋の隅の下のついた手の影に呼び寄せたのです。そしてそこで火は、青シュスの上着布のダブダブな袖の中から一つの見事な象牙の札を取り出して僕に示しながら、ブツブツと囁くように言いました。これをあなたにあげます。けれども、これは、どんなことがあっても、決して、他の誰にも見せてはいけませんよ。よござんすか、きっとですよ、と。僕には彼の言葉の意味はよくわからなかったけれども、とにかく、その灰は僕の要求するものよりはるかに値打ちがあるものらしかったので、即座にその旨を承知しました。僕はとうとう、麻雀に、かけがえのない命までをかけてしまったのです。宿に帰ってから、それでもやはりなんとなくエビスの言った言葉が気にかかっていたと見えて、ドアに鍵を下ろして窓をすっかり閉めてから、さて、密かにそのパイを改めて眺めました。と僕はそれが、先に寝踏みしたよりもさらに高価な品であるらしいのでびっくりしました。古びた、厚みいふん。二寸四方位の四角い上等な象牙で、表面には精緻な菊花が一面に掘り出されてあって、しかもその花の一つ一つがいずれも素晴らしいルビーの芯を合っているのです。その真っ赤な宝石の色の鮮やかさは、
真っ白いすべすべの象牙の中に埋まって不気味なまでに生き生きとして、なぜかそんな感じがしました。さんっているのでした。そして、その裏面にはどこの国のとも、僕にはさっぱりわからない象形文字みたいなものがベタに彫り刻まれてありました。僕はこの全く思いも受けぬ掘り出し物にホクホクと喜んでしまいました。おかしなもので、すっかり大金持ちになった気持ちの僕はそこで、急に日本へ帰りたくなり出したのです。そうして、一旦そう思い立つともう矢も盾もたまらなくなって、高度その日から一週間目に出る便箋で、立つことに決めてしまったものです。ところが、そのいよいよ立つという、3日前の晩でした。冷たい雨が少し強加減に降る晩でした。僕は朝っから手回りの荷物の始末などしてずっと晩になっても宿にいました。夜、僕がどこへも出ずに宿に落ち着いているなんて、本当に滅多にない珍しいことでした。ただ一人部屋にこもってめいめいと燃えているファイアープレイスの前に用椅子を引き据えていました。なぜならば、もう世の中には冬がやってきていて、大陸の焼きはかなり底冷えがしていましたから。そして草外のザーザーという激しい、と言っても決してそれは不愉快でない程度における激しさの雨の音をじっと聞きながら、ひさかたぶりで眺められる怪しい東京の風景。家こそもうなくなっていたが僕の生まれた土地である麗しい浜町菓子の夕まぐれや、こんな雨の晩には定めし絵のように綺麗に見えたであろう人形町通りや、または白い水鳥がいくつも飛んでいる霧のかかった大川の眺めや、それからあるは幼馴染のいろんな年寄りや友達や、それらの様々な楽しい思い出に浸って、かなり上機嫌になっていたのですが、その楽しい瞑想をしばしば不意に破る者がありました。それは僕の室からほど近い玄関口の方に当たって時折、鋭く、けれどもなんとなく物悲しい余韻を響かせて、犬が吠え立てるのであって、僕はあまり雨降りの夜に犬の吠える声を聞いたことがなかったもので、無論それは人通りの少尉ゆえにもよるのだろうが、ちょっといぶかしく思ったのでした。ことにその夜の雨足は今も言ったようにかなり激しかったのですからね。けれどもまたそれだけに一層、ろくに泊まり客もないらしいこの宿屋の一室にはもの寂しい。しみじみとした静けさが満ちていました。と、僕はふと耳を澄ましました。僕は気のせいか、あるかすかな物音を、窓ガラスを誰かが極めて静かに叩いているような物音を聞いたように思ったのです。僕は立ってカーテンを開けてみました。けれどももちろん、そんな真っ暗な大雨の夜に窓から訪れてくるような水郷なお客様の影などは認めるべくもなかったので、再びファイアープレイスの前に戻りました。そしてシガレツチェストから新しいやつを一本つまんで加えた途端です。おや、再び、今度は前よりもはっきりと物音を聞いたのです。ひょいと窓の方を、今窓と針を開けたなりにしてきた窓の方を振り返ると、まあ、どうでしょう。窓ガラスに、ぼんやりと一人のシナ人の顔が浮かんでいたのじゃありませんか。エビスなのですよ。ズブズブに濡れていると見えて髪の毛がべっとりと額に乱れかかっていて、まあお田舎を色をして、怯え切ったような目で僕の方を見入りながら、何か喋っているのか、しきりとあえぐさまに口を動かしているのです。あまりのことに僕は度肝を抜かれて酔うってしばらくは唖然としていました。が、やがて、
やっと立ち上がってそこへ進み寄ろうとしたその時、急に彼の目に非常な恐怖と怨恨との入り混じった色が浮かび出てぐいと僕をねめつけたかと思うと、突然、その顔は消えてしまいました。それはまるで、大きな機械にでも巻き込まれたような、急激な贅で闇の中へ消え去ったのでした。僕は思わずブルブルっと身を震わして耳ほあとずさりをしました。そして再び窓際に駆け寄ってガラス戸を押し開いてみた時には、もはや、外の闇の中には何者の気配もありませんでした。ただ、犬がこの時またひとしきり激しく吠え始めていたのが、怪しいといえば怪しかったかもしれません。清水茂は異常な恐怖に襲われているらしく顔色を蒼白に変えながら語った。はて、これはおかしなことがあるものだ。気の迷いかしら。それとも用意すでぬくもりながらついうとうととしてしまって夢を見たのかしら。酒とアヘンとでいい加減狂いかけている俺の頭だもの。そのぐらいの気の迷いや夢がないとも言えない。が、しかしそんな風に簡単に思いなしてしまうには、どうもすべてがあんまりまざまざとしすぎている。雨の音だって、犬の吠え声だって前後とちっとも変わらない明瞭さで聞こえていたのだし、それにあいつの恨めしそうなすごい顔。いや、どうして気の迷いや夢とは思われん。むしろ幽霊を信じた方がもっと間違いがなさいだ。おやおや、俺はひょっとしたら本当に気が狂いかけているのかもしれないぞ。と、そんな風に僕はそれこそ本当にその場で狂気でもしかねないまでの気持ちになってしまいました。するとこの時、けたたましく卓上電話のベルが鳴り響いたのです。出てみると、聞き覚えのない男の声が遠くで、しかしはっきりと聞こえていました。清水くん、君は明日スペードのジャックを引きますよ、とね。僕は腹が立ったので、誰だ、演技でもねえ、と怒鳴りつけてやったのですが電話はそのまま切れてしまいました。重ねの薄気味の悪い出来事に。僕は一層気を滅らしてしまったのですが、しかしもちろんそんな電話謎は誰かの悪しゃれ、と思えば思えないこともなかったし、それより河川国のエビスの顔の方がはるかにまして僕の心を引きつかんでいたので、ついそれっきり忘れてしまいました。そしてその電話のことはそれから7年の間、ついぞ一度も思い出したことがありませんでした。で、その矢は、せっかくの楽しい瞑想をめちゃ繰り返しに打ち壊されてしまったのがひどく腹立たしかったので、またその底気味の悪い怪しい出来事にいつまでも思い悩まされているのはとてもたまらなかったので、言う合わしたこにゃく酒をしたたかに煽るとそのまま、寝込んでしまいました。するとその翌朝になって帳場のそばのたまりで、ガルソンから、今朝一人の品人がうちからほど遠からぬところを流れている大歩行の河岸に惨殺されていた、という話を聞かされたのです。ところがその殺された品人というのが、都市格好や人相や服装がどうもエビスらしいのではありませんか。僕はいよいよすっかり脅かされてしまいました。もしその場に探偵でも居合わせたなら必ずや僕の素振りに容易なら脱ぎをかけたに相違ありません。僕にはとても、その死骸をわざわざ見届けに行くほどの勇気はありませんでした。しかしそれは正しくエビスに違いなかったのです。その日の夕刊に詳細に記されてありました。後は僕の室の窓際で室内の僕に向かってまさに何かを告げようとしていた時出し抜けに背後から加害者、
多分大勢の加害者のために引きずり倒されて拉致し去られたものと見えます。その証拠には僕はその窓元で、雨に濡れた庭草や植木などが泥だらけの足跡で散々に踏み乱されているのを発見しました。しかし、それならば後は何者のために殺されたのだろう。そしてまた何の目的を持って恐ろしい雨の夜僕の部屋外まで出かけてきたのであろう。何を彼は僕に語ろうとしたのであろう。夕べの青ざめたすごい品人の顔が、僕の気の迷いでも、夢でももちろん幽霊でもなかったとわかると、かえってますますそれが僕にはわけのわからないものになってくるのでした。で、その日一日僕はぼんやりと考え続けていました。その、あんまり打ち沈んでいる僕の様子を見かねたのでしょう。マドレーヌは僕に向かって、今宵ニューカルトンの仮想舞踏会に行こうと言い出しました。この素敵な思いつきには、喜んで僕は賛成をしました。なぜならば、そうすることによって幾分なり時を紛らせると考えたのはもちろんのことでしたが、明後日になればいよいよこの不思議な都のボリューミにも、また、それはかなり僕の心を悲しくさせたことなのだが、マドレーヌ、6ヶ月の間僕の親切な女房であったフランス女にも、お別れをしなければならなかったので、共にせめてもの名残を惜しみたかったからでした。それにニューカルトンの踊り場の豪勢さは噂でこそ喧繰り返し聞いてもいたが、ついぞいまだ一度も行ってみたことがなかったので日本への土産話に見ておきたいとも思ったのでした。メアは何であったかよく覚えていませんが、僕は確か侍の服装をしていきました。で、さっきも申し上げた通りスペードのジャックの電話のことはまるで頭に留めてなかったのですから、その日、身に恐ろしい役が迫っていようなぞとは夢にも思っていなかったばかりでなく、目を驚かす絢爛たる踊り場のありさまに、どうやらエビスの顔の幻すら忘れ果てて、僕はマドレーヌと共に心ゆくまで踊り抜くことができたのでした。そしてショーからず疲れたので、まだ時刻は早かったが、と言っても12時は回っていたのですが、そろそろ切り上げて帰ることにしました。と、階段脇のクロークルームの前でぱったり、ピエロの仮装をした少年紳士のカオルさんに出会ったのでした。カオル少年のことは確かまだお話しいたしませんでしたね。彼は僕が上海に来た当時から一方ならず親しくしていたこの都の若い金持ちのお坊ちゃんで、洋画を大変上手に描くハイカラな美少年でした。で、カオル少年はこの時初めて、僕の帰国することを知って、様々と残念がありました。僕もなんだかつい釣り込まれてひどくセンチメンタルな気持ちになってしまいました。実際またカオル少年はいかにも品の金持ちのお坊ちゃんらしい素直な優しい若者であったのですからね。そしてそこで彼は、記念にと言って僕の着ていた侍の衣装を所望したのです。もちろん僕は心よく彼にそれを与えた上、さらに、コード持ち合わせていたお袋の形見の金沢時計、古風な厚ぼったいから草の浮き彫りのしてある両豚の金沢時計を添えて送りました。彼は僕にその洒落たピエロの服をくれました。それから間もなく僕たちはカオル少年と別れてアヒローの宿へ帰っていったのでした。で、とうとうその日、すなわち電話の予告のあった翌日一日は、何事もなく、少なくとも僕の一心には何事も起こらずに過ぎてしまったわけでした。が、かわいそうなことにも、
薫少年の身の上には誠に容易ならぬ事件が突発していたのです。僕はそれを、その翌々日、ヤンジットを日本へ行って回覧しかけた船の中で知りました。鳩場で買った新聞にふと、次のような意味の短い三面記事を見出したのです。再び候補校の惨殺死体。猿×非語坊の惨殺され降りたルーイン諏訪橋に近畿候補校が死に福田作長午前6時頃都市若き男の惨殺死からだ漂着セルを発見せり。子同様、無残にも顔面の皮膚を剥ぎ剃られどこのものとも判明せざれど年齢23、4歳ぐらいにて侍の仮装着をつけたるところより多分前夜どこかの仮装舞踏会に出席したる日本人にあらざるかと推測さる。懐中には数百円入りの紙入れと唐草の浮き彫りを施せし古風なる金沢懐中時計を所持したるを見れば盗賊の仕業にてはあるまじく多分深き遺恨あるものの所為なるべし、上海ではあまり珍しくもない事件なので、極めて簡単にしか出ていませんでしたが、それでもその殺された若い男が確かに、薫少年に違いないと推断させるには十分でした。哀れな薫少年、道理で、あれほどどんなことがあろうとも船までは見送りに来ると言っていた彼の姿は見えずにしまったのだ。清水の目には涙がいっぱいに溢れていた。長崎に上陸するとすぐ僕は、例の象牙のパイを3000円で、随分安いとは思ったが、売り払ってしまいました。薫少年の無残な死に嫌が上にも憂鬱になっていた僕は、ほとんど毎日終日ケビンの中に引きこもっていたのですが、その間に僕は幾度となく密かにそのパイを取り出しては眺め入りました。すると、どうしたわけあいか、不思議なことにも、だんだんとその不気味な白と赤との対照がたまらなく不愉快に、ついには見るごとにサメ肌立つほどいやらしいものに感じられてきたのです。3000円じゃ確かに安すぎましたよ。本当の値打ちの10分の1にも当たらないでしょう。しかし、僕はその他にも、約その20倍ぐらいの現金を、麻雀でも受けた金を持っていたので、とにかくあっぱれ一っぱしの海外成功者のような気になって、人とセブリカで再び開始東京へ戻ってきたのでした。と、長々と物語ってきた清水は、ここでしばらく起きるとさて、一つ思いため息を漏らしたのである。それで、君はそこでもその薫という品人がつまり、君から侍の衣装をもらったばっかりに君の身代わりに立ったというのですね。だが、それではまたどんな理由で何人に、君は命をつけ狙われなければならなかったのです。未だその点、その最も肝心な点は一向はっきりとしていないようですけれど、富士村は興奮のためか、頬を少し蒸気させながらもどかし匠に尋ねた。どんな理由って、あなた。それはもちろん、象牙のパイのたたりですよ。象牙のパイ、そうです。だから先刻やつがれは、麻雀に僕の命をかけてしまったと申し上げたじゃありませんか。その象牙の牌は、今になって考えてみると、それを僕にくれたエビスのものではなかったのでした。彼はそれをクラブから盗んで僕にくれたのです。そしてそれはクラブにとっては、非常に貴重な品物であったに違いないのです。例えば、無論パイそのものも甚だ高価な絵が大品には違いないのだが、それよりもその裏面に刻まれてあった象形文字が何かの重大な秘密文であったかもしれないような、
でもし作用であったとしたらば、それを持ち出した僕にクラブから死刑の宣告が下るのは義もないことなのです。僕はあのクラブが、どのくらいまで恐ろしい、どのくらいまで大きな力を持っているかをあまりによく知りすぎていますからね。エビスの哀れな運命を見てもわかるじゃありませんか。いや、清水くん、しかしそう君みたいに勝手な因縁ばかり結びつけちまえばたまらない。疑心暗鬼を生ずってやつでね。第一、おかしいじゃないですか。もし君の言う通りだとすると、どうして最初の、スペードのジャック、の電話と今度のそれとの間に7年なんていう長い格があるのですか。何？それには不思議はないのです。なぜならば、彼らはつい最近までニューカルトンの舞踏会の夜殺したカオル少年を全く僕だと信じて疑わなかったのです。そのために、僕は7年の間日本で安穏な日を送ることができたのでした。が、決して悪魔の奴は僕を見捨てていはしなかったのです。というのは、僕は一昨年の春から今の映画協会へ入るようになりました。これが本当の運の月だったのです。彼らのあるものは長崎か神戸あたりでふと僕の映画を見て、まだ僕が生きていたことをゆっくりなくも知ってしまいました。それで、再び彼らは君に向かってその黒い手を伸ばし始めたというのですね。ふむ、なるほど、スペードのジャック、と、象牙のパイ、菊の花の浮き彫りがあって、アイボリークリサンスマンクラブという、ふむ、ふむ、西村は口口の中でブツブツつぶやきながら、哀れむような目でじーっと清水を見据えた。象牙菊花クラブ、清水は顔色を変えて飛び上がった。違いない、そう、それを西村さん。あなたはご存知なのですか、ええ、多少、思い当たることがないでもありません。いや実は終わりなのですが、清水くん。こいつは相手が悪い、が清水くん。君は象牙の灰は長崎で売ってしまって、今は持っていらっしゃらないのでしょう。それに気のつかない象牙菊花クラブの連中ではなかろうに、それに君はご逃げされてもらったとおっしゃる。しかもその品人はすでに殺されてしまった。いわば今の君には全く何の関わり合いがないも同然だ。それを承知しながら君の命を取ろうっていうのなら、なんぼなんでもあんまり残酷すぎるじゃありませんか。証拠とも、君の口言られた、不正を悪く無心しがた、にはふさわしくないやり口ですよ。清水くん、君は何か他に、僕には打ち明けなかったことで、あくまでもクラブの奴らから仇をされるような覚えはないのですか、と、西村は名探偵の鋭い口調で、探りを入れるように言った。ありません、清水はきっぱりと言った。ありませんねー。あなたに打ち明けないって、どうせ今夜中には殺されると覚悟した僕です。なんでくだらない隠し立てなんかいたしましょう。そうですか。なるほど。そういえばそうですね。西村の目には深く哀れみの色が満ちた。では、お気の毒ながらやっぱり遺言状をお作りしてあげなきゃなりますまい。僕にはどうも、それ以上、お力になることはできません。相手は象牙菊花クラブですもの。どうしたって、さよう、金輪際君の命は助かりませんね。あなたもやはりそうお思いになりますか。今さらどうも仕方がありません。これから一つ、じい、通りにでも回って、大いに飲んで飲んで、飲みつぶれて、あのローマの粋な貴族ペトロニューのようにドラマティックな最後を遂げたいと思っていますよ。
わ、わ、は、わ、と、清水はひどく愉快性に交渉って見せたのである。いや、ところが、お気の毒ですがそれも叶いますまいよ。え、なんとおっしゃる。つまり、君の死はもう、思いのほか間近に的確に迫ってきていたということですよ。西村は落ち着き払った調子で静かにこう言った。清水はさすがに狼狽してあたりを見回した。その証拠は、西村はそう言いながら、立って部屋の一隅に置かれた天がな書棚の引き出しを開けて、しばらくごそごそやっていたが、見おうて、一振りの抜き身の品型の探検を取り出してきた。これですよ。おお、清水は突き出されたその探検の束に目をやると、うめいた。そこには白く、菊花を彫った象牙の飾りがはめられていたのである。いきなり、清水は椅子を蹴倒して窓口に駆け寄った。が、そこを椅子がって後からくもなく羽飼いに抱きかかえると、ずぶり、一つ胸元をえぐぐっておいて、さて、西村圭吉は心持ち青ざめた顔に薄笑いを浮かべていった。清水くん、どうも仕方がない。これは我々、不正を悪く無心しがたの集まりである象牙喫茶クラブの正当なる報酬なのだからねー。もちろん、君が麻雀で大負けをして金に窮した結果、我が善良なる僕を欺いて君の宿に呼び寄せて惨殺し、そして彼の持っていた鍵を奪ってクラブの象牙のパイを盗み出したという事実に対してさ、君をうまく火の室に追い込んでくれた坊城は言うまでもなく僕と同様クラブ員の一人だ。だから撮影場のピストルにいたずらをしておいたのは無論彼だろうね。わかったかい。しかし、さすがの僕も君には感心させられたよ。まず、恐ろしく覚悟のいいことにね。それから、そんなに覚悟が良くていながら、恐ろしくどっさり嘘を並べること、ひょっとすると僕までが、うっかり親、こいつは一体どこからどこまでが本当で、どこからどこまでが嘘なのかしら、と、ちょっとけじめがつきかねたほどの巧みな嘘を、様々と小説的才能を持って並べ立てることだ。おかげさまで、随分と面白い物語を聞かされたわけなのだが、しかし惜しいことには、君のその卓越した嘘がまたこの物語をだいぶ実間の合わないものにしてしまっているのだ。ことにこの際大詰めとして君を殺してしまうことになると一層、全体として小説的約束を破ってはしまいか、と思うと、僕もちょっと考え直したくなる。だが、清水くん。清水くん、おや、もう君は死んでしまったか。では、やっぱり、どうも仕方がなかった。